皆様こんにちは、フルート&ミュージカル創作者の斉藤舞香です。さて今日はねいいお天気でしたね。今日はね南の方にねちょっとね本番に行ってまいりました。今日めっちゃ歩いたんですけど、本番前に分かった衝撃の事実譜面台を2本持って行ってました。なんでやねんっていう話でしてね、ちょっと前の一週前の本番の時に1回だけ2本譜面台がいることがあったんですよね。私がね、演奏用のとまた別で1個欲しかったので持って行ったんですけども、今回は全然そんな予定はなく、はい、譜面台1本で十分だったんですけど、暑い中譜面台2本背負った状態で結構たくさんね移動距離が、電車も3本乗り継いでたので、大変だって思ってたんですけどまさかの譜面台が2本入ってたのをカバン開けてみた時にショックを隠せませんでした。帰りはね重いなと思いながらも、これを機会にダイエットダイエットと筋トレ筋トレと思いながら歩いてたんですけど、帰ってきて体重を測ってみましたら、ダイエットをスタートしてからマイナス 6.8 だったので、まあ、成果があったかなっていうことにしておきます。旗から見てる人は多分あんまり変わらないかなと思うんですけど、まあ、本人的にはいろんなところのサイズがちょっとずつ変わってきたかなっていうのがありまして、少しずつですね、はい、体脂肪とかも内臓脂肪とかもちょっとずつ落ちてるかなと思います。まあ、順調な方かな。停滞期がちょっと抜け出したんだと思うので、ここでねもう一回追い込みをしないと戻っちゃうので、はい、先日のチートでは逆に良かったんだろうなと思ってます。こう我慢が続くと体がなんか飢餓状態になると思うんですよね。なのでたまにはこうなんか羽目を外す日を作ってやると、あ、大丈夫なのか飢餓じゃないのかっていうなんか体が納得するのかな、わかんないけど、っていうので、私の場合はとりあえず、その後ね食欲がこう爆発しないようにコントロールするっていうのが大変なんですけど、今のところまあ順調に落としていってるわけですが、1ヶ月ぐらいやとかな健康診断があるので、そこに向けてまず落としていくっていうことを、はい、頑張ろうかなと思っている次第です。明日はですね父の日なんですけども、朝からまたね出かけましてですね、本番が一応3本ある予定なので、はい、頑張ってこようと思います。楽しんできます。今回ちょっとイレギュラーなことがありまして、はい、いただいた楽譜の中で、ちょっとアレンジがあるものがありますので、どんな響きになるのかなっていうのを楽しみにね、はい、行ってみたいなと思います。帰ってからもね今日もねさっきまで呪文を2つの呪文を唱えていました。日本の呪文とフランスの呪文と本当にもうね大変だけど、なんかだんだんとこう呪文を唱えるのが上手になってきて、こうハリーポッターのこの成長期みたいな感じなんだろうね、本当にね、とりあえず少しずつこうやって、フルーティストというのは呪文を捉えるのが上手になっていくんだろうなと思います。呪文の大元、例えば、ハリーポッターだったらラテン語が分かるようになるともっと早くなるんだろうなと思うわけなんですけども、はい、フランスもね日本もね、はい、独特な音階があるのでね、本当に、めまして一応楽器でやっていくと、今何調ってなるんですけど、そこがまた面白いところ、なんかもう本当に呪文として覚えてしまうしかないなと。で、呪文として覚えたところで棒読みだと面白くないので、どうやったらその効果が出るかとかをやるんですけどね、なんか本当に、めっちゃ頑張ってました練習。はい、ということで明日はほぼね多分本番だけで練習する時間がないので、さて今からなんですけど、今日は朝が抜きだったんですよ。で昼帰ってきてから食べて、で朝ね本番あって昼また帰ってきてから、ご飯食べて、でまた出かけて、で本番してまた帰ってきて、で練習アホほど今先してで晩ご飯を食べるか今考え中です。あんまり食べ過ぎないようにしないとなぁと思っているんですけどね。で、とりあえず、軽めにしといて、明日朝一日長いので朝をしっかりめに食べるように調整しようかなと、はい、
体と相談しながらと思っています。とりあえず元気なのは元気なのでご安心ください。明日も集中して頑張ってこようと思います。で、来週は合わせがいっぱいあるんですよね。あ、来週も本番ありがたいことにいただいてるので、はい、そっちもね大事にね入れていこうと思います。急にねなんか依頼のあった本番もあったので、はい、楽しみですね何があったんだろうとか思いながら、はい、でもありがたくいただいたお仕事は頑張ってこようと思っています。ちょうどねパセルの練習前にね大きく振り幅があるんですよね、移動距離が。でもまあ時間的には全然余裕なので、はい、しっかりと、まあ、いろんなこと準備して動いてこようかなと思うわけですけど、まずは明日ですね。今日も明日も移動距離が本当に長い長いけど、なんかやっぱり物事は考えようで、移動距離電車の乗り継ぎが大変だよとか、電車乗ってる時間が長いよとか、例えば歩く時間が長いよとかあるんだけど、全部置き換えていくと電車乗ってる間は、音チェックができたりとか楽譜チェックもできるし、はい、読みかけの小説も読めるし自分のためのね、時間っていうのが結構取れるので、座れないこともあったりね最近はするんですけどね。コロナの時と違ってやっぱり人の動きが、なんか激しくなってきたからか、電車が本当に空いてる席が少なくなってきたなと思います。それでもまあね荷物が多いんですけども、座れた時はこうちょこちょことね、はい、内職電車の中ではして、で、電車の移動とか、まあ、歩くことは今はダイエットと思ってありがたく受け取りながら、はい、演奏に行っています。はい、そんなわけでですね、まあ、もう何事も考え方かなと思いながら、はい、明日もいっぱい動いて体を鍛えてこようと思います。こう見えて基本動くの大好きなんですよ、本当にね。日常に疲れ果ててただけで食べるのも好きだから問題なんだけどね。だから冬とかはすごいスキーとかねスノボとか一時期すごい好きで行ってたんですけど、今はやっぱりねお仕事的に迷惑かけれないなっていうのがあるので、もう自粛ですね。でもたまに血は騒ぐなので夢の中で行くっていうことがあったりするんですけどね、なかなか夢でもゆっくり滑ってるということはなかったりなんかしますね。ディズニーランドとかもね好きなんですけどね、行けないから夢の中で行こうとするんだけど、大体行けないことが多いかなと思います。目の前まで行ってるのにとか、あとちょっとね乗り物乗れるのにとか、たまに乗れてもあれディズニーランドにこんなんなかったよねとかね、そんなんありますね。はい、まあとりあえずね、はい、まあ次はまあ来週に向けての準備を進めながら、まずは明日っていう感じですね。さて、昨日かな、昨日はね、ちょっとね、とある、はい、もうじきまたオープンにしますけれども、取材を受けておりました。はい、まだ若い方なのにね、すごくしっかりされてる方でですね、はい、なんか、とんでもない年配の先輩がいろんな言葉って言ったのを文字起こししないといけないから大変だろうなと思っています。なんかね事前に質問事項が来るって聞いてたんですけど、結局なかったので、はい、当日にこう聞かれたことをその場で思いついたままに答えていったので、文字起こし大変だと思います事前に聞かれてても多分気分で喋っちゃうからどうせ一緒なんだろうけどね。なのでいずれね、はい、記事が、ネット上にアップされましたら、その時にまた皆様にご案内しますね。でその方も素敵なねミュージシャンなので、はい、この方もねご紹介していきたいなと思っています。まあまだもうちょっと先かなと思います。で、もうじき公開できそうな演奏会の予定もなるべく早めに皆さんにお伝えしたいなと思っていますので、お楽しみにお待ちください。はい、そんなわけで皆様、明日の父の日楽しんでくださいね。それではまたね。